長尺部品や大物プレートを削り、細穴を開け磨く。アルミや鉄、ステンレス、チタンやインコネルなどの軟削材を圧倒的な精度で仕上げる。それが私たち常陽富士工業の技術です。自動車部品、エネルギー、半導体や液晶パネルの製造装置、工作機械、メカトロニクス、大型倉庫、産業機器、航空機、化学プラントや医療分野まで、私たちはあらゆる分野の設備関連ニーズに優れた長尺、大物部品をご提供しています。これは最大6メートルまでの長尺加工が可能な縦型マシニングセンター。マシニング加工だけで研磨を行わず、平面度30ミクロンの高精度を実現します。こちらは門型マシニングセンターによる大物プレート加工。常陽富士工業では検索レスによる平面度ゼロに近い切削加工が可能な高精度な機械設備を数多く揃えています。大型設備を生かして複数のワークを同時に加工するなど、量産や単の木加工にも威力を発揮します。横型マシニングセンターは多面加工や銅軸が必要な鋳物製品などを高精度に加工します。マシニング加工では不可能なミクロンレベルの穴ピッチ加工にはジグボーラが活躍します。 0.1 ミリの小径ドリルによるハステロイなど軟削材への細穴加工を得意としています。薬品や液体などを通す精度レベルの高いプレート製品に必要不可欠な技術です。常陽富士工業最大の強み、それは長尺大物製品には欠かせない高度な歪み取り技術にあります。長年にわたる経験値と技術を身につけた数多くのスタッフが手作業で平面度や平行度10ミクロンを実現する。機械には真似のできない工程です。もちろん平面検索やロータリー検索、ワイヤーカットによる歪みのない作り込みなど、より高い精度レベルのニーズに万全の設備を備えています。また CAD キャム、組み立てライン、小物量産加工ラインなど、お客様の多様なニーズに応える体制を整えています。検査工程では技能士をはじめとする専任スタッフが3次元測定器などによる厳密な品質管理を行っています。常陽富士工業では ISO9001 および14001、そして JISQ9100 の認証を取得して、お客様からの高い信頼を得ています。また金属プレート部品専門の機械部品通販サイトも運営しています。ぜひご利用ください。設備分野の基幹構造を支える長尺大物部品、ますます高度化するニーズに常陽富士工業はこれからも充実した設備と匠の技術でお応えしてまいります。ご期待ください。